皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今日もですねご視聴いただきまして誠にありがとうございます。で、今日もですね非常にハウスの中の温度があったかくてですね、ハウスの温度なんですが、今ですね、時間が11時、ちょっと過ぎたぐらいなんですけど、今32度に上がっております。昨日と変わらずですね。で、外の温度は若干昨日より1度ぐらい下がりまして20度になっています。外気温との差がだいたい12度ぐらいありますね。非常にハウスの中あったかいです。で、今日の作業なんですが、マルチ作業引き続きね、こんな感じで行っております。今日でね、このマルチ作業も一通り終わりそうな形です。で、今日の動画の内容なんですけど、こちらね、専用のハウス、スカイビリ専用のハウスなんですけど、こちらのね、まあ、進捗状況、スカイビリの進捗状況のお話をしていきます。で、吉村農園ではですね、このスカイビリですね、黒い箱に入って一応4000円で販売をしています。まあ、2000円と4000円で販売しておりますので、まあ、こちらのね、商品の主力商品になるイチゴの進捗状況を今日は見ていきます。では早速、行ってみよう。ではですね、早速なんです。スカイビリーの進捗状況のね、ご説明を社長の方からお願いします。はい、こんにちは。はい。スカイビリーの管理と、いかにして美味しい実を大きく育てるかっていうポイントですね。はい。まあ一応こちらのスカイビリーはね、吉村農園の先ほどもちょっとお話ししたんですけど、主力商品としてね、高級品種として販売してますんで、はい、まあそういったところ、こだわり点とかね、ちょっと教えてください。じゃあ、ずーっと寄ってきてください。はい。こういうふうに、はい、いい花が咲いてます。はい。これが実ですね。はい。これを大きくしたいんですよ。はい。まあ、もともと大きくなる品種はあるんですけど。それでもね、大きくしたいんで、はい。こちらの花は取っちゃいますね。はい。で、これはまだ2つしかなってないんですけどね、はい、この3つだけ育てるのに、これも取っちゃいます。ああ、はいはい。これ3つだけ。あと、つるも取っちゃう。はい、あと、芽も、まあ、もちろん取っちゃうんですよね。そう、脇芽は、原則、はい、スカイビリは、こういう風に出るのが少ないんで、はい。これを取るのは、そうはないですね。あ、この芽かき、はいはい、芽かきを一通り、もうちょい大きくなると、こういう風になってますから、これを育てるのに、ね、はい。まあ、これは取っちゃうってことですね。普通は3つ、はい、基本3つだけ大きく育てたいんです。実をですね。はい。まだ最初の花ですから、はい。いくらこう、葉を見ると、はい。2、3時前に、液肥をあげたんで、はい。肥やしを十分吸って、はい。ここにも肥やしが出てる状態になってますね。はい。で、ベッドの方も、よく乾水してますから濡れてます。はい。で、黒マルチがかかってますから、地温の、ま、地温も上がってますもんね。はい。っていうような管理で持ってっております。はい。何しろこの、たくさん実をつけると、栄養がいかなくなりますから。まあ、分散しちゃうってことですよね。そうです。一花で3つ、それの繰り返しですね。はい。スカイベリーは、数を鳴らさない。鳴らさないで大きい実だけを取る。大きい実を、いい実だけを、だから、そう、このくらいになってないとそれがよくわからないっていう欠点もあるんですけど、はい、まだ花が咲いたばっかりのいちごではこういう風なやつではどれが良くなるかまだ実がなってないですから、はい、わからないですから、はい、基本もうちょいあと2週間ぐらい経つと花が全部揃ってきますから、はい、そうすると蜂も働いてますからね、ここに蜂がいますから、はい、で、ここから入ってきて受粉をしてますから、はい、そういう面で、しっかりと育てていきたいと思います、はい。スカイベリーはとても難しい品種です。でも、お客さんがよ、きっとね、見た時に、あーって感動がありますから、とても美味しいです。栃木県としても、これを贈答品用として売り出すのには、やっぱりそれなりのね、工夫と努力が必要です。
以上です。はい、ありがとうございます。動画いかがだったでしょうか。今日はですね、スカイベリーの進捗状況のお話ですね、させていただきました。このスカイベリーって品種はですね、非常にですね、大きくなる品種なんですけど、それをね、より大きくするためにちょっとしたこう一手間っていうのを加えてね、行っております。で、吉村農園でも一応贈答用としてね、ちょっとね、高級なイチゴに入って販売をしておりますので、ぜひね、シーズンになりましたら販売始まりますので、ぜひね、お買い求めいただければと思います。で、明日からはですね、動画をちょっとですね、ぐるっと変えていきますっていうのもですね、今までこの吉村農園のハウスの中だけを栽培している方法だけをね、お伝えしてたんですけど、これからね、いちご農家、いろんないちご農家さんをちょっと回ってみようかなと思います。っていうのも、栃木県のこの芳賀郡のね、この地区っていうのはね、生産量が日本一なんですよ。非常にね、いちごの技術っていうのが、この吉村農園よりもね、高いところの農家さんがたくさんいるんで、そういった農家さんをちょっとね、回っていこうと思いますんで、明日からはですね、ちょっとハウスを飛び出して、いろんな農家さんをちょっと見ていこうかなと思いますんで、ぜひぜひご覧ください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。はい、いつも一言っていうことで、今日は、栃木県の一番、新品種のとちあいかの横で撮影してますから、ちょっと緊張してます。いちごも赤くなってるけど、私も赤くなってます。私もね、いつもね、ニュース見るの大好きなんですよ。ほとんど NHK しか見てないんですけど、その中でね、いつもね、世の中の流れだけは掴んどかなくちゃなんないなと思ってね、考えてるんですけど、日本の国っていうか世界でもね、CO2 ですね、二酸化炭素ってやつ、よくわかんないんだけど、まあ世の中の流れはそういう風な感じになってますね。電気を起こすのに何が必要かってことで、日本の国も昨日ちょうど総理大臣の方が30年先のことを言ってましたね。明日のことわかんねえんだけど、30年先のことは、だいたい国の方向性っていうのはそういう風に向いてくるのかなっていうのはね、頭の中入れといた方がいいですね。だから世の中もね、少しずつそちらにシフトしていくっていう感じになってますね。若い人はそういう風な流れはね、掴んどかないとダメだな。私らはもう60だから、私らの時がちょうどね、80ぐらいになった時、そういうのが決まるくらいのスペースでしょう。でも若い20代の方は、一番自分たちが油が乗ってくる時が CO2 と転換期に入ると思うんで、そういう風な大きな流れは今、国の方針がやっとパリ議定書から日本の方も考えてきて、 CO2 のやつも決まったっていうことですね。私の言いたいのは、何でもね、国の方向を転換するのは30年も50年もかかる。そんなこと考えてたら人間おかしくなっちゃうんで、私らは今この赤くなるイチゴのことしか考えてないんですけど、若い方は先のことも考えとかない人なんだ。だから電気っていうのも全て電気製品で出てるんですけど、何をするのも電気かも。でもそういう時、今度自分でも電気を作ることも若い人は考えておいた方がいいかも。どういう手立て、今技術が進んでるから、今便利なやつがあるから、そういうので電気なんかはね、自前の電気っていうのはね、皆さん20代の方はもう考えておく時代が来てる。農家で土地が遊んでたり何かするときは、もう自分で電気を起こして自分の電気は自分で使うようなスタンスに持っていかないと、うまくイチゴを作るのに冬は暖房を、家庭では冷蔵庫だ何かで必要なんだから、皆さんももうそういう時代が来るのはね、考えとかないとダメですね。ちょっと おせっかいかもしれないんです。以上です。